はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。じゃあ今回はね、プロジェクターの雑談になります。今回はね、2021年12月31日、今日は大晦日ですね。今時刻の方はね、16時になろうとしておりますね。2021年もね、たくさんのプロジェクターをね、紹介させていただきました。去年一昨年もね、少し紹介しています。今年はね、本当たくさん紹介したよね。で、実は今これまとめ動画ではないんだけれども、たった今ね、今年最後のプロジェクター、これが今届いたので、今日はこの動画を撮影したら、この紹介動画を大晦日にこれを作って、今日の夜までに仕上げてね、2021年の大トリとしてね、アップしたいと思います。ただ大トリなんだけども、ここで紹介するプロジェクター、紹介じゃないよ、ここにあるプロジェクターの中で一番ではないかもしれないけど、しょぼいです明るくない、ね、明るくないし、Wi-Fi もね、 Wi-Fi はあるんだけども、なんだっけ、あれ使わないと連動できないとかね、ちょっとみたいな、そんな感じなんだよ。じゃあびっくりするので安いのって言うと、びっくりするので安くないんで、いや値段下げないと売れないよって今言ってるんだけど、昔の付き合いがあったね、会社の方が新しく始めたとこなんで、今これをね、まだ出たばっかなんで紹介するんだけど、機能性能がすごい低いですね。で、お値段の方がまだ知り合わないので、もっと下げないとダメだよ、ダメだよですよね。ここら辺のものはこれはこうこうこう、この平均の中でこれはどの位置か分かるよねって言ってね、ああ分かりましたみたいなね、今そんなお話をしてる最中ですからね。はい、で、これはまだこれから紹介するんだけど、よいしょ。ね、元気なおじいはね、シャープのね、Z4050 だかな、なんだかな、XV か、XV4050Z かな、そこら辺が過去で一番高かったプロジェクターで、でその後もエプソンね、4万5000円ぐらいで買って 720p かな、まあ、それでその後は中華プロジェクターね、特価引換で使っております。でこの中でね、今一番古いのこれ、ここにね全部持ちきれなかったです。お尻の中に歴代ね入ってるんだけれども、まだここの縦長シリーズのね、Wi-Fi 付き、 Wi-Fi 付きじゃないやつ、オーディオルームに転がってるし、ね、まだこれの色違いのやつもあるし、まだ下にあるんだけども、ちょっとここに並びきれない、崩壊すると嫌なんで、下からわざわざここまで持ってきたのがね、これが限界です。で、いろんな視聴者さんからね、この中華プロジェクターね、質問をいただければね、おじいが動画で解説することもしていますね。一番皆さんの興味が多かったのが、やっぱヤバーかな、ヤバーの V7 と V10、同じような時期に出て、 V10 の方が新しいんだけど、斜め補正とかがこう違うんだけど、どっちがいいだろうかっていうね、ここら辺の質問はね、結構いただく質問だったので、動画で一発作らせてもらいました。まあ、おじいの回答としては、ユーザーインターフェースを含めて V10 の方がいいでしょうっていうことですね。で、今ここに集めた中で多分一番古いのはこのビビマージュエクスプローラー3だと思います。で、ね、このビビマージュ、今これ一番古いのも今年紹介したものではない、おじいが中華プロジェクターで紹介したプロジェクターがここから始まってるんです。おじいの記念の品です。ここからスタートしてるんです、ビビマージュ実はね。なのでここから始まって、でもここの職さんも違う名前で今ね始めてるけど、一番でかかったところなんだけど、桜デビューのあれでね、いろんなでアマゾンにバンされちゃったんで、また、ね、一からやり直してるね。だこのシリーズは今ないのと、あとなんだっけ、あそこのメーカーさん、これで見た目そっくりです。今9000円ぐらいで買えるよね、これね。当時はね、このビビマージュが一番優れていた、明るかったし、で、なんていうの、台形補正がね、電子台形補正がついていて、これが一番やばいぐらいに良かったんだね、すごくね。まあ、今はね、もう光源 LED になったりとかね、仕様も変わってきて、いや、やたら明るくなってきてるし、はっきりくっきりになってるし、ね、
いろいろ進化してきました。本当ね、こうやって見るとね、たくさんのものを紹介したなって思います。で、まだあのね、大きく分けて、おじいもプロジェクターの解説でね、いろいろ言ってるんだけれども、まず大きく変わったのは、このビビマージュエキスプローラー3ぐらい、まだここら辺ぐらいまでの時代はオフセットが通常のね、プロジェクターというかで、ね、ポンって置いたら下がね、水平よりちょっと下ぐらいで、あと上の方にこうなってくんだね。でピント合わせの時もこうなんで、下にピント合わせたらこっちがボケる、こっちに合わせたらこっちがボケる、これ当たり前だよね。だから真ん中ぐらいのところでピント合わせて、両方ちょっとピンボヤぐらいにしてみる方が多いし、あとは字幕なんかテロップで見る人はここにピント合わせて上がもやっとしてるとか、朝のニュース番組見るときは時報とかここら辺にテロップがねいっぱい出るので、上にピント合わせて下をぼやりするとか、まあその時によって微調整をしながら使うのがプロジェクターなんです。でレーザープロジェクターだと全面ピントが合うとかね、ものすごい高いやつだと本当液晶みたいにきれいに映るのもあるんだけれども、だいたい一般庶民の我々が手にする安い中華プロジェクターっていうのは、液晶モニターみたいに全部ピントがピシャッと合うものは存在しません。物理的に存在しません。でこの解説もよくやってます。これなぜかっていうと、レンズがこうやってあったらね、こうやってあったらね、レンズがこうやってあったら、今ど真ん中におじいの顔がレンズだとしたら、こうやって投影してるよね。でこの距離とこの横長のこの距離だと、この方が長いよね、この方が短いよね。でこうやってビームが到達してる時に真正面にレンズがあって、こうやって投影した時、まっすぐのこの直線の距離が、ここまで来たこの距離が一番最短距離なんです。わかるでしょうか。例えばこっからレンズからね、ピーって光を発したら、ここまでが100センチだとしましょう。そしたら今度この画面のこの上、ここまではここの直線よりもちょっと斜めになるので100センチでは足りないです。100ここら辺で止まっちゃいます。で100、1、2、3、4、5センチってね、この真正面よりも上の方は例えば105センチとか110センチぐらいになります。わかるよね、この理屈はね。そうするとこの真ん中から発信したのがこの縦のこの短い距離で、じゃあ10センチ違ったとしたら、今度横長だよね、16対9で見てるとね。ほんとここの距離で10センチずれたとしたら、こっちもっと長いんで15センチとかもっと長くなる計算になるよね。そうでしょ。そうすると0センチのところの距離と、さらに10センチとさらに15センチ、このビームの長さが違うわけなんです。でプロジェクターってその奥位置をね、こうやって前後にするとピントが変わるよね。だよね。だからこのプロジェクターを、おじいの顔がプロジェクターだとしたら、こうやってレンズを置いて、このここにピントを合わせたとしたら、ここはちょっとピンボケ、ここはもうピンボケのもっとピンボケなんだよね。ボケてる、ちょっとボケ、ピシャッと合ってる。でここにピントをドンピシャにしたら、ここがちょっとボケ、ここもちょっとボケってなるわけです。だからこのようにこう投影するこう場所がこうやってあったらね、この距離によってビームの距離がそもそも全部違うの で、液晶のテレビモニターっていうのは全部このパネルの裏側にね RGB があって、全部豆電球みたいにこう発色してるの で、発色するか、後ろから蛍光管とか LED でそれを光を当てて映像にしてるっていうね、そのもの自体が発光するものと、発光はしないから後ろから当ててる、まあ、仕組みがいっぱいあるんだけども、どっちにしても距離は関係なしに、みんな色を
RGB を出すものと、あ、今 RGBW のものがあるんだけどね、その色を出すものと光を出してパネルに出すまでの距離が全部この縁もここ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 も全部同じ距離なんです。だから全部ピントが合ってるんです。でもプロジェクターっていうのはここのここのねレンズのところからビーって出してる以上物理的に無理なんです。全面ピントを合わせるっていうのは。ここまではね理解していただいたでしょうか。それで、元気なおじいはプロジェクターね、中華プロジェクターエレビの動画のところでこのオフセットの話をよくしました。でこのオフセットっていうのが今言ったようにこのビビマージュエクスプローラー3ね、ここら辺までには例えばエプソンとか、まあ、一般的なプロジェクターだとオフセットがこう例えばねレンズを正面からこう当てたとしてしたらこのねビームの出方がこうやってあのレンズがあったとしたら下の場面がこういったら上がこういくんだね。さっき言ったようにレンズをこうして置いた場合に下がほぼ水平よりちょっと下ぐらい、だからここのところにここにプロジェクターをこうやって置いたらここの置いてる水平のこのドンピシャのこのところが画面の下よりちょっと上なんだ、ちょっと下を映すんだよ。レンズがこうやってあったらね、レンズがこうやってあったらまっすぐじゃなくてちょっと下向くんだよ通常は。それでレンズの上側の方はこう行くんだね。だから下がほぼ直線、上が長いで、点釣りの場合は逆につけるんでひっくり返すとこうなります。画面の上の方がほぼ垂直に近くて下に向けてこう斜めにこうやって投影するわけです。だからね、これが従来のプロジェクターの要はオフセット値でしたね。ここら辺までのプロジェクターはその方式です。でところが最近の中華プロジェクターっていうのはオフセットがど真ん中になってます。さっき言ったようにど真ん中っていうのはどういうことかっていうと、レンズがこうやってあったらレンズから上の距離下の距離が同じなんです。で横は右側と左側が同じなんです。昔のやつはレンズがこうやってあって下の画面の下がレンズから投影されたらこう、上がこうでこの画面ができてるわけ。今はオフセットが真ん中ゼロのところにあるので上の距離と下の距離が同じ、まあ左右も同じよね。こういうプロジェクターに変わってます。なのでオフセットが昔ながらのこういうやつは天井からやる場合はこうやって映すよりはひっくり返した方がしっくりくるというか、本体をあんま斜めにする必要がないんだよね。そうやって映したけど今のやつはど真ん中からこうやって映ってるのでひっくり返しても同じなんだよ角度が。こう真ん中がこうなんで、で上がこうで同じなんで点釣りでひっくり返しても同じなんです。点釣りでひっくり返そうが正常にしようがボディ自体を斜めにこうして前に向けないと、こうして向けないと下に投影できないわけなんです。これが今のプロジェクターなんです、オフセット。でそれだと使い勝手が悪いよねっていうかね、そういうことで実はこれがシリーズでおじい、これ3個目なんだけどね、このブランドはね、これが今今年出たやつ。機能性能は旧モデルと変わらないのに値段だけ2倍になっちゃったっていうね。前のやつは7000、8000ぐらいで買えて Wi-Fi 機能付きのやつで1万円切るぐらいだったかな値段がね。
あのシールの時 で今でも現役で売ってるよシールはね。でただボディを変えました、ちょっとプラスチックを変えました、木のシールは中身は同じです、で値段が倍になっちゃったんでちょっと高えなこれってなっちゃったんだけど、でも今一番売りたいのはこのモデルっていうね。でこれがオフセットがこうなんです、実は。なので、元気なおじいはエプソンのプロジェクターをひっくり返してこう転生状態でね棚に設置してあったんだけど、これもひっくり返せばこうやって同じように後ろにで、ね、ほぼ同じところで同じところにレンジをやると同じ大きさで118インチぐらいまで大きくなるんでね、これこれが結構距離が短くても落ちるかな、この中では一番単焦点かな、どっちかというとね、そんな感じです。まあ50歩50歩だよ、目くそ鼻くそね、単焦点であっても ほんのちょっとだけ何インチか大きく落ちるよっていうぐらいで ほぼ合格ですね。そんなわけなんだけど、このオフセット値がだからこことここは同じ部類ということになります。で、ね、ここにねプロジェクターを買ったよとかプロジェクターの案件が来て紹介するよっていう方は、だいたいいろんな人の動画を見ると、ああこれが来たね、じゃあちょっとここに設置しようかねなんて言いながらね、最初はここから日本って、おーいいじゃん明るいじゃんって、近くで映したら明るくて当然なんだよ、テストで当たり前なんだよ。で光の強さっていうのは遠く離れれば離れるほど薄れます。プロジェクターで言ったら壁の近くに置けば画面の大きさはちっちゃいんだけど、その分光が集中して明るいんです。昼間でも見えます、暗いプロジェクターでも。こういう100ルーメンとか150ルーメンぐらいしかないね、これ100ルーメンだからクソ暗いんだけど、真っ暗にしないと全然見えないんだけど、でもこういうのを紹介してる方でもちょっと後ろ暗くして近くに置いてテストすると、ああ結構明るさいいねなんて言いながら見て言ってる人もいいけど、おじいはもう暗くて使えねえこんなのってね、実は言ったけどもね、暗くしないとダメなプロジェクターね。でも距離によって、紹介してる人の距離によって全然変わってくるんです、実はね。で昨日はおじいが紹介したのはこのウィミウスさんのやつ、これか、これね、ウィミウスさんの K8 ってやつ、これを昨日の夜に検証しました。でその時には1メーターぐらいの、ね、最短距離90センチぐらいかなから映して、うわめちゃめちゃ明るいよねって撮ったのと、 3.2 メーターの位置レンズの先端にして、おじいがエプソンで使った後同じ条件で、110何インチだったかな、120インチまではいかないんだけど110何インチぐらいまでのこの大きさまで広がるんで、でそこで見ました。でこれ1万ルーメンあるんで、ね、暗視で言ったらどれぐらいかな、これ300ぐらいあるのかな、どうなのかな、150から300ぐらいだと思うんだけど、1万ルーメンまあ本当にありそうなんで、ルーメン表記はまた違うけどね、中華のルーメンなんだけど、明るかったのでエプソンと同じ位置 3.2 メーターの距離に置いてもガチンコで明るかったです。でヤーバーの V10 とか V7 も同じぐらい明るいです。で中華プロジェクターもいい業者さんとそうでない業者さんがあって、何ルーメン何ルーメン何ルーメンっていう表示があるんだけど、こっちが9000ルーメンってなってるのにこっちの7000ルーメンより暗いじゃないかとかね、そういうツッコミのものっていっぱいあるんだけども、中華プロジェクターはもうその売ってる人が適当に、であとは商品ページも適当に嘘書いたりとか、だからね、例えばねおじいのチャンネルで1回ねセールの時、これ9999円で、すごくいいねって、ただこの欠点は製造が あれなんで、安く買うのはいいんだけど普通のやつと同じで何で買ったらダメで、何でかっていうとレンズにホコリが入りやすいんです、ね、もう一個あったんだよな、どれだっかな、高いやつじゃないんだけどちょっと中級クラスのやつで最近紹介したやつだな、あれだっかな、
やっぱりレンズにホコリが入って黒くなっちゃうのがあってね。でここら辺はお掃除キットが付いてるんで、ちょっとあのネジ外せばレンズ拭くことができるんだけど、ほとんどできないものが多いので、なので、お掃除キットが付いてるものもいいんだけど、そこで良し悪しを決められないっていうのがあります。でこれはもう出品者さんがもうバインやめないよって言ってもバインばっかり桜レビュー募集するし、で約束ごと何度も裏切るので、なので信頼ができないということで紹介してたんだけども、もうタイアップを切っちゃっておじブロックしました。あここのショップさんね、でも安い時に 50何個ぐらいは売れていたので、結構ね1万9990件と1万1990件と1万2990件、この値段までの間で買った方がほとんどだと思います、これね。で今はもうちょっと値段が上がってるけれども、でこれも実は明るさがちゃんとあります。で発色も綺麗なんです。ユーザーインターフェースもねまともです。だおじいとしては本当はV10、V7 よりはやや劣るんだけれども、でも十分に選択肢の中に含められるエントリーモデルだったんだけど、おじいの中の。だけどちょっと、ね、オートフォーカス機能があるって嘘書いたりとか、いろんなことが嘘つけ目なんで、これ直しなさいよしてね、いろんなことをやらしたりとか、クーポンなんかもね嘘ついたりとかするんで、なので、ちょっと信頼性が維持できないので、もう紹介はやめちゃいました。これね、こういうほこりが詰まっちゃうやつもあるし、で根本的にみんなねおじいの中華ビジネスっていうね過去に作った動画を見てもらえば分かるけど、ここにあるプロジェクター全部みんなメーカーさんのロゴは入ってるんだけれども、メーカーさんとは言ってるけども、日本のいう例えば日立とかパナソニックとかそういうメーカーさんではありません。このねヤーバーとかは大きいよヤーバー大きいよ、このウィミュースも結構組織は大きいです。大きい会社の組織としてやってるブランドもあります。でも聞いたことがないところはちっちゃいところです。でじゃあこのメーカーって何っていうと、このウィミュースもヤーバーもアートリーもね、アキオもそうだしね、ファミノだったかね、もう全部グロービューも全部言えることなんだけども、自社工場を持ってません。で、自社開発とかねとかいろいろ言ってるとこもあるけど、その開発ってどこっていうと仕入れてる工場の開発のことを言ってるんです。自社っていうけども、本当のね、日本でいうようなね、例えば日立で日立の自社工場で、作ってるとかね、うちのブランドでしょっていうのと違うんです。工場があって、その工場がブランドがないものを作ってます。無印のものを作ってます。でだからこのビビマージュもそうなんだけど、今ねこれはビビマージュのエクスプローラー3で、やったけど、ここにね、ビビマージュってロゴが入ってるんだけど、ここがまとめてたくさん大きな会社なんで、一番この中で一番でかい会社かな。だからまとめて買ってるんで、ロゴ入れをしてね、作ってるので、だからこれがブランドになったわけです。だからね、ビビマージュのエクスプレロゴ入れサービスができるんです。それでこのウィミュースさんも全く同じ形のものを売ってました当時で、おじいが声をかけたんだけど、何度もこのウィミュースさんには声をかけてるんだけども、連絡をしても返事をくれないんだね。今回はたまたまここの日本のね、からっていうね、日本人かどうか分かんないけども、そこの会社の社長さんから連絡をいただいて、チャンネルを見たんですけどです、ね、紹介してくれないかできたけど、これまで2、3年間ずっと仕方されてたブランドさんです、ここね。で同じ形のものを売ってました。でおじいがこれを紹介した時に、いや別に同じものを売ってるよ、シェーダーが安いよって、確かに、ね、同じものを買ったんだけど、じゃあ付属品とか仕様どうなって言ったら若干違ってました。見た目が同じだって言っても作ってる工場は同じなんだけど、おうちとか仕様とかね違うんだよ。
組むんで、これはもうおじいの話聞いてる方はよくわかると思うんだけど、見た目が同じでも中身が同じとは限りません。いろんなものを組み合わせで作ってるんで、中華はね。でまとめて買うとブランドのロゴ入れサービスをしてくれます。で、あそこ中国の通販ショップたくさんあるけれども、一番大きいとこはアリババだよね。あそこなんだっけ、名前ど忘れでした、アリババね。ああいうところ見るとスマホでも何でもそうなんだけど、このブランド、例えばユミデジだとかああいうスマートとか、全くどこ見ても全く同じものなのに、ノーブランドって安く売ってるものがあります。ノーブランド、使用もスペックも全く同じなんだよね。でもノーブランドで安いんだよね。え、これ同じじゃね、 OEM かなって、日本にすぐ OEM かなって言うんだけど、中国には OEM は存在しないんですそのお話も過去に言いました。 OEM はないんですね。中国はこのノーブランドのものを作ってる、それがもうノーブランドっていうブランドです。中国は工場が開発、大きな会社ね、でそこから仕入れるときにまとめて買うとロゴ入れサービスをしてくれる。だから元気なおじいが個人なんだけども、じゃあ1000個まとめて買いますって言ったら、じゃあサービス使いますかって、あ、じゃあお願いしますって言うと、じゃあグリーンのカラーで元気ね、元気ブランドで作ってくださいって言うと、箱もちゃんとね元気って入れてくれるし、リクサックにも元気って入れてくれるし、ね、説明は元気、その代わり出来上がるまで3ヶ月待たなければならない、最短でも。だロゴ入れサービスを使わなければ、あ、じゃあお金払ったらすぐに物が来る、無印の物が来る。だから例えばアマゾンなんかでブランドの名前を出して商品を売ってるのに安かった、でも届いた商品にブランドの、あれ、ブランドの名前どこにも付いてないよ、ね、で日本語マニュアルもない、これ並行輸入品じゃねえみたいなっていうのもあるんだよ。でもショップの名前があって、自分の元気ってブランドつけて、ね、元気エクスプローラーってね、名前で売ってて、ね、で届いたら何も元気とはどこにも、まあ、写真と同じものなんだけどどこにも書いてないよ。で全く同じものが、いや別のところも売ってるよね、これ OEM って、こうやって思うんだよ日本人って、ね、なのでそれじゃなくて、どこの会社もだから小っちゃな個人の人がロゴ入れサービスをして売ってるものもあります。で2人3人のね、まだできたばっかの会社で始めてるところもあります。だからウィンミュースとかヤバとかね、大きいもうお老舗になってるところもあります。みんな同じなのは、まとめて買えばロゴ入れサービスするから、それがブランドになりますよってことだ。そのブランドの名前を続けて信頼性を高めながらね、やってるのがこのヤバとかウィンミュースとかね。でアートリーも最近ね、ちょっとだんだん流し入れてきたかな、アートリーもね。アートリーブランドで何種類かもう結構続いてるので、このアートリーのね、このバッカンバッカンもね、これも結構ね、いいよ、これも良かったよ。見た目がすごいコンパクトなんだけど、このアートリー、これ良かったよ。エンジョイ3ってやつね、私エンジョイ2とあと別のやつも紹介したけど、で実は今日この後紹介するのが、このエンジョイ3に見た目はそっくり、丸いこのボタンがくっついて、でもスペックはすごい、中身が全然違うっていう、2モデルぐらい、ルーメンも8000ぐらいしかないし、機能性能もしょぼいで、ただフリー HD なんだけど、見た目は似てるんだけども機能はしょぼいっていうね、そういうのを紹介します。まあ工場によってね、異例なんだけど、でこれが7500円だけか、どれだけか、この間アキオバッグか、これだけか、これがフル HD なんだけども、バッタバッタなんだけど、7500円だったんだね、クーポン使ってね。今もうちょっと値段上がっちゃったんだけど、これがね、コスパ的に一番良かったかな。で、もうちょっと高級車になってきて、おじいのところでは、このグロービューのね、これね、BL09 ってものがある。これがね、1万円ぐらいだったんだけど、これがね、やっぱバッタンバッタンなんだけども、コスパが良かった。でこっちは7500円なんだけども、でも写りとかね、全体的に見てこっちの方がグレード上だから、まあ、7500円と1万円だと、その差額を出してもグレービューいいよねって。だおじいの視聴者さんってね、おじいが結構おすすめ力入れてるのって分かるんで、
あとこの7500円も結構瞬間的に売り切れちゃったし、このブルービューも1枚の時って結構売れたんだよ、すごく。でやっぱりね、おじいのところでね、圧倒的に売れてるっていうのがやっぱりなんだかんだ言いながら、いわばあの V10 なんです。でこの V7 とか、あのその前のモデルのやつとかと、あと他のやつと比べられるんだよね。おじいどっちがいいって言われるけど、やっぱりおじいは文句なしで V10 を示してます。で今日もね、質問が来てるので、あのこの動画とはまた別に質問回答を作るんだけど、今ビビバージュのエクスプローラー3と2を使ってきて、画面が焼け、あの周りが焼けてきた。で焼け、あの液晶もそうだよね、ブランカもそうだけど焼けてくるんだよね。これも致し方ないことなんで、買い替えを考えていますってことで、で、V10 と、なんだっけな、V10 と何を比べてたんだかな。V10 と、これか、K8 か。これとこれで悩んでて、どっちがいいでしょうかっていう質問が来てたので、おじいはもう即答で V10 の方がいいよって、おじいは答えようかなと思ってます。うん、あレンジとかも似てるんだけども、ユーザーインターフェースも同じぐらいいいんだけども、使いやすいんだけれども、K8 は画面の周りを見た時に、 V10 はムラなく全体的に綺麗なんだよ。 V10 は仕様が、この V7 もそうだけど、このね、全体的に見た時に、平均的に真っ白、真っ黒、真っ赤、青とかってカラーチェンジしてテストした時に、 V10 がやっぱり一番平均にしても画面が全部綺麗なんだよ、 V10 が。なのでね、まあよっぽどコアなものを求めない限り、V10 がいいよっておじいは言ってます。でこれとこれの比較も今日動画、今日作れるかな、今日間に合わなかったら明日になっちゃうかもしれないけども、両方並べてみて、でビビマージュを使ってるってことだったん でせっかくエクスプローラー3も用意したんで、まあこの投影のね、この角度も違うから、ビビマージュからの買い替えってことなんで、当然今ビビマージュを置いてるところに今の V10 とかね、 K8 を置いたら、さっき言ったこのオフセットがこうとこうの違いなんで、同じところに置いても同じ位置に投影できないよっていうのをまず教えてあげなければならないね。でエクスプローラー3を使っていたんで、同じね、オフセット値のやつを進めたとしても、これ暗いんで使い物にならないんで、使い物になるよ、ね、ごめん、使い物にはなるんだけれども、満足度はちょっと薄いと思うので、なので、おじいは、まあ、今のところ明るいっていう、で、明るいんだけれども、まあ、実際にちょっと比較してみないとわからないよねっていうのがあるよね。で、あとね、動画のところで、昨日、作った動画を見返してみたんだけど、ワイヤレスの Bluetooth でスピーカー使ってると Bluetooth 音が遅延するんだよね。 Bluetooth は遅延する。なので Bluetooth のスピーカーを使って練習ゲームやってると音がずれてるんで、それが気持ち悪いね。映画なんか見た時に多分口パクになると思うんで、それね、後から気がついたんだよ、動画編集してて見てて、あっと思ってね、それをまたちょっとクローズアップしたいなと思ってます。であとね、ものによってはゲームをやってるとスキップしたりとか引っかかったりとかするものがあってね。でおじいがこの中でとりあえず自分の中で、まあバッタンバッタンがあるなし関係なし、このね H2 もこれ4例台形補正デジタル補正ついてるのにバッタンバッタンついちゃってんだよ。なんでバッタンバッタンいらないじゃん。バッタンバッタンがあるとど真ん中がわからないんで、でこのバッタンバッタンがついてるやつって、この
軽端もそうなんだけど、 V 点と軽端を比べた場合、なんで V 点を比べたい、あのお示したいかというと、全体的に画面が明るいのが V 点の方なのと、軽端は動画の説明でも言ってるけども、周りがなんかね、あの二重になんかこうな、色がこう、なんかこうなってるっていうか、なんか縁がちょっとおかしいことをおじいは動画で言ってるんです。そこ飛ばしちゃってる人もいるかもしれないけど、なんか隅っこがね、周りがね、まあいいかって言いながらね説明してるんだけど、 V 点はそれがないです。くっきりと節がしっかりしてるんで、そういった面で見ると、やっぱ普段さりげない、さりげなくパッと見た時に、そういうところが、あの細かいところに目がいかないのが V 点かなって思うので、なのでおじいは V 点の方がいいかなと思ったりしています。まあ、これだけのプロジェクターと、今までのねプライベートで使うプロジェクターを使っていろいろいろんなものを知った上で V 点がいいかなっていうのが今のところのおじいの心境です。でこの中でどれがナンバーワンって言われたら、その使う人の目的によって違うので、どれが一番とは言えません。で元気なおじいが、実際に活躍するのにどれを選ぶって言われた場合は V 点です、間違いなく。でじゃあ V 点以外はじゃあ全部ダメなんですかっていうと、そうではないです。これはもう大負けの大負けなんだけど、暗いことを除いてはオフセット値がね、もう今時希少なんで、これはおじいはありです。ただこれをメインで使うかというと使えないです、暗いから。でもこれはすごくいいです。それでこの中で気に入ってると言ったら、アートリー、今これね売り切れてないはずです。エンジョイ2の1個前の方は売ってるけども、エンジョイ3はね確か売り切れになってました、昨日か一昨日見た時に。なので、このエンジョイ3はね、これは確かねレースゲームやった時に、プレイステーションと Xbox 両方ともなんかスルスルって言ってたような記憶があって、これちょっといい印象あるんだよ、おじいゲームやってて。あでもエンジョイ3はこれはいいです、おじいの中では。それでヤーバーの V10、V7 もコーチつけがたいんだけど、ヤーバーこれはもう文句なし、両方ともいいです。で、ウェビウスね、K8 でこれが合格かどうかっていうと、まあギリギリ合格します、おじいの中では。で、この H2、これバッタンバッタンがなかったら最高なんだけど、これもねバッタンバッタンついちゃって残念だねって言うけど、バッタンバッタンがなければもうパーフェクトなんで、まあ、値段がちょっと高いんだけれども、機能性能は V10 と互角を並べるぐらいはあるかなって実力は持っています。だからレーザーこっちの方がねちょっとこだわったような気がするんだけども、でも使ってみた映した映像自体の満足度は、まあ、ほぼ互角ではないかなと思っています。ただ V 点はバッタンバッタンがないので、いつでも ど真ん中が決めやすい。 H2 とか K8 はせっかく4D 台形補正がついてるのにバッタンバッタンがついてるから、これ どこがまっすぐっていうのがわからないんで、どうしても G は抜いちゃうってことになります。であとそう、ここら辺はもうおじいは 1080p だけなんで、 720p はもう論外にしてるんで、 720p の、プロジェクターも紹介したものがあるんだけど、それはもう論外なんで今だけ 720p は使わないので。であとまあ本当はこれも合格です、 A30 も合格です、ぶっちぎりで9999円から12,999円ぐらいまでで買った方は多分大当たりです。まあ13,999円でずっと長く売ってたけどね、今もう値段戻しちゃったかな。それぐらいまで買った14,000円以内で買った方は大当たりだと思います、 A30。 その代わり
ホコリが入りやすいんで、そこだけです、ね、ガチンコで明るいし、発色がいいので、で他のやつって、最近紹介したやつだと、ここらもそうなんだけど、色がね、抜けちゃってるような感じなんだよ。だから最近のやつは、発色がいいっていうね、日本のとある某ね、メーカーのなんちゃらエンジンを使っていて、で発色があって、まあその日本のって言っても実際はそこのところがもうこれで結局海外の企業さんにね、実際はっていう、まあ、そういうところのあれだと思うんだけども、でも一応表面上は日本のどうのこうのって使う、日本を都合のいい時だけ使われてみたんだけど、そこのエンジンでどうのこうのっていうのがなんか売り文句っぽいようなチップセットを搭載してるやつはみんな同じで綺麗なんです。だから、ここら辺もそうなんで綺麗なんです。ここら辺も色がだ、ゲームをやってると液晶で見てるような発色で綺麗なんです。でも物によっては色抜けしちゃってるようなね、本当なんか白黒にちょっとほんのり薄い色がついたようなっていうか、それか昭和の時代のカラーの漫画本が、いや薄れてちょっとなんか薄くなっちゃってるみたいなね、なんかそんな感じの発色なので気持ち悪いかなっていうのはあります。でもうビビマージはね、もう今見たら、あの当時私これどれぐらいかな、7000ルーメン前後ぐらいだかな確かね、あの当時は明るい方だったんだけども、もう今これ101ぐらいで見ると暗いなーって感じはします。もう他のが明るくなってきてるんでね。まあね、おじいとしてはこの中で、まあ、この A30 もこれも実はねおじいバンしたけども合格なんです。だとりあえずこの中でこの A30 と H2 から V10、V7、K8 これが合格です。エクスプローラーシリカね、あとは普通のバッタンバッタンなんでね、バッタンバッタンで、でデジタル補正がね、こうとこうがあるもの、こうだけしか、こうがない、こうだけしかないものとかあるんだよね、中途半端でね、うん、まあ、どのみちおじいはメインでは使えないなっていう、っていうかせっかくいいものがあるのにあえてそれ使わないよねっていう、ただ値段が安いものが多いので、まあこれは例外として9,999円でね、最安で、で長期生でも13,000円、14,000円切った値段で買えたから、このスペックでこのエンジンで14,000円以下で買えたんだったら、もうこれがダントツにコスパが一番いいのはこれなんです。今のところこれを超えるものは出てこないんで、これが一番コスパが良かったんで、もうこれをもう1万円前後で買った人はもう本当に、早起きしておじいの動画騒いでたのを見た方、早起きはね数千の得だったね、本当ね。まあその割にはね、誰も感想言ってこないんだよね、誰も。50個超えて売れてるんだけど誰も感想言ってこないんだよ。この値段でこれ買えた神だよ、じいありがとうって誰か言ってくれてもいいと思うんだけど、誰も言ってこない。みんな不満だったのこれ、なんか不思議なんだけどね。まあそんなわけでね、ほとんどのものが今の中華プロジェクターはオフセットが真ん中からなんだよね、なのでプロジェクターを紹介するいろんな方ね、よく見てみてください、紹介の仕方を。最初近くで置いといて明るいねって言ってる方ね、でおじいの昨日のこれもそうで、ここに置いといて明るいんだけども離れて見ても明るいかどうかなんだよね。近くに置けば明るいのは当たり前で、カーテンを開けてても見えるのが当たり前、電気をつけてても明るく見えるのが当たり前なんです。だからね、で、内置ぐらいでじゃあ見たいのか、じゃあ例えばね、今液晶テレビってもう今時32インチのちっちゃいのを使ってる位置はないと思うんだよね。今だいたい42インチから55インチぐらいが一番売れてると思うんだよ。でプロジェクターの一番ちっちゃいのがだいたい
一番最短でピントが合うのが42、3インチぐらいからだと思うんだよ、大体ね。そうすると42、3インチから5インチというと、ただ1メーターぐらいの距離で、まあ、大体4、50インチぐらいの大きさで見れる。要は液晶テレビと同じぐらいの大きさで見れるわけです。でも液晶テレビは全部ピントが合うけど、1メーターの距離ですらそのピントのボケの差は少ないけど、全面にピントは合いません、プロジェクターはね。でこれを前提として大きい画面で見たい、100インチにしたいとかね、そういうあの願望がある方は、まず色が薄れる、明るくないと100インチまで伸ばしきれないよ。だって限られた光を大きく伸ばしたわけだから。そうでしょ、小麦粉を、これぐらいの小麦粉をね、こうやって伸ばしていって、これぐらいの長さだったらうどんになるけど、そうめんにしたかったら、ね、もっと距離が欲しいよって、そうめんにしたいよって言ったら、もっとこうやってやれば、はい伸びたよって なってね、これ細いでしょ、ね、だから距離が伸びても縮まっても、この小麦粉の量は同じなわけじゃん。だからプロジェクターから発信される光の量は同じなので、近くのちっちゃい画面でその 100% の光を使うと明るい。じゃあたくさんの画面に広げれば薄くなる、要は暗くなるということです。もっと分かりやすく言うと、絵の具のチューブね、コップの中に全部入れてやったら色が濃いよね。青い絵の具を1本入れたらすっごい濃いよね。でもじゃあ大きなプールの中に絵の具1本入れてかき混ぜたらどうなるでしょう。ほとんど水と変わらない色なのに、よーく見ると青っぽいかなってなるよね。でそれがプロジェクターの距離と同じなんです。でちっちゃいインチで映ってると濃い、明かりが濃い。でも離れて映す面積が大きくなると薄い、暗いということになります。でそれを全体に明るさで選ぶというのは大事です。明るい方がいい。でどれぐらいの距離で見るのってことなんだけど、今言った最短距離が42、3インチから50インチぐらいから始まる話だと、1メーターぐらいここら辺なんです。そうするとここら辺にプロジェクターを置いて見る、邪魔じゃね。じゃあ広い部屋で、じゃあ1メーターのテーブルの上に置いて、じゃあ40インチ映して、で自分はその後ろのソファーで見ました。だあの自分がここにいたらプロジェクターをここに置いて、でここに映しました。で40インチ50インチで映ってます。だったらありかもしれないけど、この位置で40インチで見るんだったら普通の液晶テレビでよくね、ここが邪魔にならなくねってことなんだよ。だから液晶テレビの方が全面発色してるからピントもしっかりしてるし綺麗じゃん。そうでしょ。なんでプロジェクターなので、昼間先生まだ全開にしてね、夏だから特に明るい時なんかね使えないでしょ。でテレビだったら普通に昼間でも見れるわけじゃん、明るいから。でなんでプロジェクター使うのっていうことなんだよ。そうでしょ。そうするとプロジェクターっていうのは自分が使ってるテレビよりも大きくして見たい、迫力を楽しみたい、そこでしょ。そうするとやっぱ 4,50 インチよりも大きくしないとプロジェクターの意味がないっていうことになります。そうするとだいたい100インチ、80インチから100インチ映すというと6畳間を縦に使うとか、あとまあ8畳間の端から端を使うとか、まあ、この部屋がとからこっちが6畳でパソコンのところまで言うと9畳あるんだけど、部屋がね 3.5 メーターぐらいかな、部屋が 3.5 メーターで、で棚の奥行きを30センチで作ってます。だから、つらい位置でやると 3.5 から 3.3 と 3.2 メーターの位置にレンズが来る
ということになるんです、実はね。で 3.2 メーターの距離で110インチちょっとぐらいなんで、まあ、ちょうど後ろにソファー、壁にソファーを置いたりとか、まあ、その下に降りて見るぐらいにはちょうどいいかなと思うんだけど、今言ったようにプロジェクターのオフセットがこうなってるので、今のプロジェクターはいい。80インチとか100インチで見るんだったら、ピントをなるべく合わせてみたいんだとしたら、レンズを画面の真ん中、要は水平に置かなきゃなんないので、そうすると、今おじいがこうやって座ってるでしょ？で目線がここでしょ、この目線で大きく映すっていうと大体80インチぐらいだ。で、じゃあ80インチからね、まあ、ちょっとややこの基本でね、テレビとかスクリーンってこの大きさの真ん中のこのラインに目線が来る位置にスクリーンを設置すると楽なんです。だからおじいもここにテレビを置いたりとかスクリーン見るときには反対側にソファーを置いて、でソファーを置いてみると目線がこれぐらいの高さになります。ソファーにするとね、ほらこれぐらい高さになる、ソファーを置くと。でこの高さだから、さっきはここだったけど80インチぐらいだったけど、目線がここに来るので、だから110インチぐらいまで大きくしてちょうど見やすくなる、これが。でここの位置に、ここが真ん中でしょ、今はここだけど、今今度おじいがソファで見ると、ここソファー使わない場合はここが目線なわけです。80インチか110インチね、あとここのこの高さのこっち側にレンズが必要なんだよ、ど真ん中が来るように。だってオフセットがこう、ま、こうゼロだから、こうだから、ど真ん中レンズが自分の目線なんだよ。ってことはベストな位置っていうのは自分の目の高さと同じところにレンズがあるっていうことになって、そうするとプロジェクターを設置するのにあっち側に映すとしたら、プロジェクターのね画面がある、レンズがあるでしょ、そしたらこうやっておくのがベストなんだよ。こうやって見なきゃならないでしょ、こうやって見えねえよってことになるよ。だからレンズがここにあって、オフセットがゼロだから真ん中を見るためにはこうなる、わかる意味が。じゃあ邪魔だよってことにならない、なるでしょ。そうするとじゃあ自分の後ろに置けばいいじゃん。じゃあ自分の後ろに置けばいい自分が影になる、可能性があるね、ここにレンズがあったら。おじいの頭の影が映ってしまうね。じゃあこうやって出せばいいじゃん。そうすると自分は画面の下側が正面になるわけなんだよ。そうするとこうやって斜めにするよね。はい、斜めにします。斜めに、上に置いて斜めにする、もしくは床に置くとかね、こうやってこうやって上に向けるか下に向けるかによって、要は台形になっちゃうんだけども、真ん中を自分の目線に持ってくることができるんです。そこで最初にお話ししてた内容をよく思い出してみてください。いいでしょうか。プロジェクターのオフセットが今真ん中にこうなってるって説明しました。でこれがね、こうやって投影してるでしょ。これがね、元気なおじいがビームを発信してるレンズだとしたら、真ん中にあればここの距離がね100だとしたら、ここも100で、ここがね150ぐらいずつ、150、150って言ったよね。でこれがじゃあ下に置いてね、レンズを下に置いてこう上に向けた場合、じゃあどうなるでしょう。真正面にこうやって置いて、ど真ん中を発信してね、こうした時にここが100だった場合ね、で120の150だとしたら、ここが100だったのに
こうして斜め投影して台形にした場合ね、斜めになるからなんかここにつく前に100が100センチになって壁に当たる時に110ぐらいまで伸びちゃうよね。ここにレンズがあるとしたら、ここに当てるとしたら、ここまでの長さがこれで済んだものがこうやって斜めにすることに、ここまでの長さだとこうするとほら距離が短くなっちゃう、ほら斜めにすると、だから斜めにすると真ん中がさらに伸びるわけだね。ということはじゃあこれがオフセット値がゼロなので、じゃあこれに対してこう投影してるわけで、斜めに真ん中を投影してるわけで、じゃあ下側がこう来てるよね、で上側がこう行くんだよね。この距離とこの距離ってどう？こう斜めにこう投影した場合って、この時は100だとしたら同じ120120だったけど、こうした場合ってここが110120になったら、ここが140-150ぐらいになる、とここの距離が今度短くなるよね、逆にね。ここよりもここが110120だったら、もう100が110ぐらいでしょ。ってことはじゃあ100が110と150の差が出てくるわけだよ、差が。100から110から110、この差が50あると、こういう文字のピントがここでピント合わせた場合、ここの場合もやーってこうなるわけ。じゃあここにピントをグーって合わせると、こっち側がもやーって、この差が50もあるからピントが合わない差がすごく大きくなるの。これがオフセットが真ん中で水平に置いた場合は、ここが100だよね、120120だよねっていうとね、こことこの差が20しかない、こことこの差はないから、こうだから、あくまでもこの真ん中のピントに対して外が同じだけ20ずれてるだけなんで、差が20しかないから、ここにピントを合わせるとこっちがちょっともやってなったぐらい、こっちにピントをグッて合わせるとこっちがもやってなったぐらい。だからオフセットがゼロの方が全体的に言うとピントが合わせやすいよね、全体的にピントが合ってる、綺麗に見えるよねっていうことで、今のプロジェクターは全部オフセットがゼロ調整になってるわけなんです。なので昔のね、こういうオフセットのつもりで、じゃあ下から投影とか上から投影をした場合は、今言ったように真ん中と上下の差が違うアンバランスになる。で縦の差でそれぐらい出ているのに、今度横から斜め投影して台形補正で直すってすごいボケるって分かる？これがね、こうが真っ白面からオフセットゼロでやった場合、こうが100だとしたら120120だとしたら150150って言ってはね、でしょ。だからこのあくまでも真ん中に置いた場合は100からズレが20なんで、ピント合わせたらもやなんだよね。でもこの横に対しては50あるわけだから、ここのラインでこうピントあるんだけど、ここの距離がね、真ん中とここで同じなわけがない。まあ、これレンズの屈折するによって違うんだけど、で高いブランドのメーカーのやつはこの屈折を計算して、いくつもガラスレンズをね重ねてうまく調整するんだけど、中華プロジェクターはそこまでうまい調整が できません。メイドインジャパンの技術みたいに、そこは不器用なんだよ。だからこの真ん中にピントが合わせると外側がモヤンとなって、これよ距離が長い方がここにもこっちがモヤンとなるんだよ。じゃあれおかしいなっつって
外側にピント合わせると、この時報だとかね、この横の合いとかね、あのエントリー1番2345679ってね、車の名前とドライバーの代わり見て、ここに合わせると真ん中もなんかもやっとしてるみたいなね、あのだここのピントとここのピントが違うっていうね、そういう現象が起きるわけなのに、それが斜め投影すると余計このこうなこう縦よりも横の方がね、20足して50あるのに、これを斜め補正にするっていうと、こっちが近くなってこっちが長くなるんだよね。だ、0に対してね、100に対して120の150だったものが斜め補正するってことは、あの真ん中が120に対してこっちがあの100だったものがね、ちょっとこう90とかになって、こっちがあの150だったものが200ぐらいまでこう斜めになるわけなんだよ。この差がすごく大きすぎちゃって、もうあのピントの話はもうピントって何っていう、そういう次元になっちゃうの。だから元気なおじいはプロジェクターのね、このオセットの話と斜め補正については、あのこのヤーバーの V7 かなんか使ったと思うんだけども、その時に横の台形補正は使い物にならないよねっていうお話を過去の動画にしています。で、このプロジェクターの歴史の中で、この今4D 台形補正でね、縦もダダダダンダダダダン、横もダダダダンダダダダンっていうのがあるんだけれども、でも今までのプロジェクターっていうのはバッタンバッタンの15度の縦の台形補正はあるのに、なんで横の台形補正がないので、そこをね言う人がいるんだよ。よく、あ、縦はねなんか15度ねこうバタバタこういくけど、横がないんだよね、これはね、横がないからこれはこうした場合に調整できないから、なるべく真ん中に置きましょうって言ってるんだけども、あの横の補正があったとしても使い物にならないからなんです。横の補正があるからわーいって喜んだのは、中華プロジェクターを使い始める前のエプソンです。世界で一番最初に初めて斜め補正を搭載したプロジェクターがエプソンなんです。他社にはなかった。なのでおじいはその斜め補正が欲しかった。で、実際になんで斜め補正が欲しいかというと、真ん中に置くとめんどくさいから、隅っこにあのスピーカーの上か中にポンって置いて斜めに投影できたらあの邪魔になんねえなと思ってそれであのエプソンのやつを買ったんだよ。で当時のエプソンはあの台形斜めにやると台形にこうやって映るんだけど、このうっすら光った台形の中にそのうっすら光った台形は消えないんだよ。そのうっすら光った台形の中に映る映像が四角で映るっていうだけであって、気持ち悪いんだよ。正面から見ると高さがここまでで、こういう台形が黒い壁に明かりが白くこう投影して、この中に真四角の画面が出てくるっていう、これが当時世界で初の斜め補正だったの、エプソンので。まあ、確かに斜めでにしても四角で見れたんだけども、周りの薄い帯みたいなこの台形が気になっちゃって気持ち悪いんです。あと斜め補正で四角の画面になるんだけども、ピントが合わない、今言ったように距離が変わるから。だから斜めの台形になるものを四角にして写すことはできるんだけども、ピントがまずちゃんと見れるレベルで合わないよねっていうのと、台形の白いのが映って気持ち悪いよねっていうのがあって、台形補正は使うもんじゃないんだなっていうね、初夏の時に初めて学びました。でなんで、その後中華のプロジェクターを見ても、縦軸の15度のバッタンバッタンもあるのに横軸はない。今言ったように縦のこの距離は真ん中から比べて短いのに対して横は長いので、そのピントのここに合わせればこっちが合わないっていうのが差が広すぎるのでね、だからないんです、実証がないから。で今は
電子補正だから周りの帯もねエプソンみたいに出てこないし、その画面の形だけをこうビヨーンとこう変形することができるんだけど、ピントは合わないです。だってそうでしょ、こうやって斜めにこうやって写してる距離が変わるわけではない、そうでしょ。だ斜め補正で形は変えることができても距離を変えることはできないということは、ピントを変えることはできないんです。どこかにピントを合わせればこちらがボケる差が大きくなるだけなんです。つまりプロジェクターというのはこの画面で映すとしたらレンズをこの真正面のど真ん中に置くことを前提にしておかないと、ピントがこっからずれればずれるほどどんどんピントがねバランスが悪くなって合いにくくなっていく。だからそれが上の点釣りに行く、下からの点になる、横から置くね、この中心からずれればずれるほど全体のピントがバランスが悪くなってボケが大きくなって見えにくくなるということになります。じゃあどうしたらいいのっていうと、ど真ん中にプロジェクターをレンズが来るように置いて自分がずれてみる。画面が大きいほど全然気にならなくなるから、まあ小さくても気にならないけどもね、本当ね。なのでそういうことなんです。だから液晶テレビとかの場合はテレビのど真ん中に座らないとレースゲームなんかやるときに気持ち悪いんだけども、プロジェクターを見るときには今の中華プロジェクターだとど真ん中っていうのが難しいんです、ポジションは。でこのビビバージュエクスプローラー3とかここら辺のやつはオフセットがもともとこういうやつなんで正面に置くことを前提としていないので、下に置くか点釣りで置くか、この目線のこのスクリーンのど真ん中にあるところには何もないことが前提のオフセット値になっているので、なので昔のものとか今の従来の日本にあるような有名なメーカーのやつとかね、そういったものとか中華の古いものはオフセット値がこうなっているので、それは画面の真正面で見てもピントがね、そのようにこうレンズがこう屈折してこの角度で投影してできるように調整しちゃうので、まだまだ見やすいよっていうことなんだね。で今のプロジェクターはさっき言ったように中心のやつと周りのやつとこの中心に対して横のピントが合わないっていうのとこの縦のピントが合わないっていうこのダブルで来るんだけどね、ここに合わせるとここが合わない、ここに合わせるとここが合わないっていう。だ一眼レフのカメラでここにピントやると周りがボケるでしょ、ね、あれがうっすらかかってるような感じなんです今のプロジェクターは。だからこそ今日さっきね視聴者様から質問が来ていたんだけども、今ビビマージュ2と3を持っています。で周りがもう黒くなってきてね、もう古くなってきたので新しいの今の明るいのにね買いたいんです。 V 点と啓発で悩んでいます。おじいどちらがいいですかっていうかね、いやその前に大切なこと、大きなものが変わってくるので置くポジション大丈夫ですか、ね、そこをまず見てもらいたかったので、新しく来たこれをね紹介する前に先にこの雑談動画を作ることにしました、ね、なので、いろんなプロジェクターを紹介している方がいるんだけども、あまり紹介したことがない人の動画ほど必ずあるのが開封をして近くに置いて、ああ明るいやんっつって、でガチ設置しようと思って上とかに置こうとかしたらピントが合わないじゃんっつって、それで真ん中の方がいいよね、必ずたくさんの方が言ってます。それ昔のプロジェクターだったらそれはないんだけども、今のプロジェクターはもう昔みたいな点釣りで映そうとか下から映そうとか横から映そうって言ったら全然使えるレベルにならねえから、だから4D台形補正がついて気持ちよくどんな風にしておいても枠に収まる、これは嘘じゃないんだけども、じゃあピントがあって見れるのって言うと見れないですよね。これが今の
中華プロジェクターのオフセット値なんで、ね、でエプソンとかね、そういうところのメーカーさんのやつ、今ちょっとどうか分かんないけど、おじが買った頃はエプソンが一番しっかりしてたかな。その型番でいくと、だいたいもうあのなんかねページが出てきて数字を入力するので、どこの高さに置きますか、天釣りですか奥ですかというと絵がパッパッと変わって、で、レンズの先端からあの壁までスクリーンまで何センチっていうと、で例えば3200mm とかね、こう入力するともう絵がこうイメージ通り、その室内のイメージ通り、で高さはっていうとね、数字がでビヨンビヨンってこうなって、うっと大体何インチとか全部分かるようになってくるの、それが高さが。そういうのがあるんで、だからそこであのオフセット値によってあの変わると、その機種を選ぶと、ああこの位置だとここにこの高さなんだ。だからおじいはこの下に実はセンタースピーカーがあるんだけど、床から何センチの位置まではセンタースピーカーがあるから、そのスピーカーの、ま、すぐ上が113インチの下の画面になるには 3.2 メーターでどの高さに点釣りしたらいいのかなっていうのを逆算して、で弾き出した、そこに板の厚みとかを計算して、この棚を自分で組んだんです。これはプロジェクターを設置するためにホームセンターで買ってきて自分で組んだんです、これこれね。で、あの価格コムで元気なおじいって検索するとエプソンのプロジェクターを紹介してる時があって、こ前はこっち側に普通に棚があって、でその棚の上に可動あのカラーボックスっていうんだっか、であの安いカラーボックスだと移動棚が移動できないんだけども、1980円か2980円買うとあのダボがついてて高さを微妙に変えられる3段の、カラーボックスがあって、これだと思って、でそれを買ってきてカラーボックスに穴を開けてプロジェクターを点釣り状態にして、そしたら高さ調整簡単にできるじゃん。それでこれにしたよっていうのも科学コムにねまだ残ってます、見ればね。なんでね、おじいも本当プロジェクターに関してはね、もうえらい昔から結構ね、まだ科学コム使う前からね、ルートシャープのプロジェクターとかね高いのを買ってね、スクリーンもね三菱のやつで10万円だったよ。専用のスクリーン買うとなんかマニキュアのラメみたいなピカ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 なんかガラスの線になかなかわかんないなんか入ってて、昼間でも明るいんだよ。あの中学校のカバンの横につくあの反射板みたいな、あんな感じのスクリーンで極端に言うと明るく見えるの、昼間でも。でその三菱の10万円のスクリーンは後ろからでも投影できるんで、だ公民館とか体育館みたいなところに行ったら後ろから逆にして投影することができるから、前でこんなだってやられても影にならないよって説明されて、それはいいね、持ち運びもできるし組み立て簡単だよ、ね、だどうせだったらあの、ね、固定で天井つけちゃうよりも、まあ、この方が見ないときはおしまいだし、どっか広いところに行けばあの映写会後ろからやれば、ね、邪魔にならないし、いいじゃない、あいいねっつってね、でそのセットでそそがかされて買ったんだよ。で買ったんだけど、外持ち出すことになってそんなこと一回もないし、で部屋で反対側から映すためには倍の距離必要なんだよね。だからこっからこの 3.2 メーターでね、まあ、当時はもっとこっちを縦に使わないと80インチ出なかったから、昔はもっとね 4. 何メーターぐらいで80インチギリギリだったかな、当時はね。なのでその4メーター5メーター後ろがないと投影できないので、見る部屋の距離があるから自分で言うと、だ普通のうちだったら部屋に2個分だよね、ぶち抜いた分ぐらいの部屋がないと後ろから投影するのは不可能なんだよ。そんな使い方個人宅でできないでしょうね。本当ね、マニアックなお店でね、そそがされて買うとそういう設備いいなって想像させられるんだけど、
そんな使い方一回もしたことがないね。ただ敷いたものを買って使えるよって試したことはあるのでね、あうするうつって、知識としてはまあ残ってるから良かったかなと思うけどね。まあそういうのがあったから今こうやってお話しすることができるんだけど、もうプロジェクターもね本当にもう使ってね、30年まではいかないかもしれないけど25年以上経ってるんだよね、うん、ね。なので、まあ、今は本当その今おじいがね、この間ショップさんに聞かれたのが、今おじいさんどのプロジェクターが良かったですかっていうか、どういうのが欲しいですかっていうから、いやもう超単焦点、壁の前に置いてパッと後ろか天井につけてバーで学校みたいになるか、もう壁にできればベタ付けに近くて100インチするやつ、あーそれは超単焦点でそういうのはね手に入らないですでしょってね、工場が違うんで、ね、おじいが欲しいのはもうそこら辺なんだよね本当ね。まあ、そんなわけでね、2021年は本当にね2020年よりも多くのプロジェクターを紹介することができました。で2年前3年前からね、元気なおじいのチャンネル登録がねまだ数千人の頃からね、頑張って声をかけてもしかとされてたブランドさんから声をかけてもらえるようになった。それはたくさんのプロジェクターをいっぱい紹介してるから、うちのもってなるよね、検索すればね、邪魔見ろって感じでね。私もねメンバーズの方でねちょっと書いたのよ、うん、長年声かけても相手にしてくれなかったところからお声がかかったんだけど、もうおじいもそこには声かけるのやめたんだけどね、心が折れて。だけどこれをねここまで成長したかって喜んで素直に受けるか、頑張ってまだねここまで来る途中に声かけたけども冷たく走られて返事もくれなかったところだから蹴るか、同じように返事をしないでね、同じね目には目を、歯には歯を、しかとにはしかとで返すかで、ちょっとね愚痴ってたんだよね実はね。まあでも一応そこは大人の対応でね、もう来たら速攻でね動画を作ったってね。まあこれは自分の興味もあったし、視聴者さんにもね絶対に必要な知識、まあウィミュースって言ったらね結構検索してれば嫌でも目につくところなんでね、まあ良かったなと思います。であとはねプロジェクターの業、まあ暴露になっちゃうかもしれないけど、まあとあるブランドをおじいが蹴ったところがあって、でそこはチャンネル登録人数が数百人であろうと1000人2000人であろうと機材を貸し出しをして動画を作らせるね。だでまあ3日とか1週間とか10日で着払いでまた返してくれればいいよっていうね、そういう貸し出しでね。なのでで日持ち YouTuber はいいように利用されるで、まあ、X からつく、ね、まあ、ミスター X でおじいのところにも声がかかりました、ね、だから何でもいいから適用じゃないと視聴者さんから質問が来た時に出して比較もできないし対応できないから、ね、貸し出しちゃったらやりませんよってね、パンってこう蹴ったでも、ね、あとあれも蹴ったスクリーンね、超短焦点の専用スクリーンで上の電気の光は入れない、下からのやつを反射して横からは弱いんだけども、というか上の電気は影響はないっていうね、そういう反射率を使った10万円超えるスクリーンがあって十何万円でこれをね紹介っていう、そのおじいが前紹介したことがあるんだよ、すごいスクリーンがあるよねって紹介したんだよ。またリアルにそこのところから声がかかったんだけどね、でもいや その前単焦点がねえからっつってね、本当単焦点も貸してくれんのっつってね、今自分が使うのは他のスクリーンだよって言いながらね、でなんか条件とかなんか面倒くさいこと言ったからそこもだから蹴っちゃった、ね、もういいよ、ね、なのでね、
また何箇所かあるよね。だからね、本当ね、まだまだおじいも中途半端なんでね、決まらないところのブランドも結構あるんだけどね。おじいの目標はどこにあるかっていうと、BenQとか LG ね、ね、まあ BenQ のあのディスクライトとかなんだっけ、2つぐらい紹介したことがあるんだけどね、BenQとか LG の単焦点を紹介できるようになるまで、声かけてもらえるまで頑張ってプロジェクター紹介したいなと思うんだよね本当エプソンから声かかんねえかなって思う。エプソン無理だね、エプソンはね、本当ね。まあエプソンじゃなくてもね、なんだっけな、ちょっと有名どころなんだっけ、名前忘れたんだけどね。まあでもいろんなところのやつがあるからね、本当。でプロジェクターは楽しい、あのイヤホンとかの進化も楽しいけども、プロジェクターもこうやって紹介してると本当にね、最先端のもの、このイヤーバーとかなんかね、すごい最先端でね、イヤーバーから出た、今7枚ぐらいだっかね、いいやつが出たんだけど、 3D メガネ対応のアンケートもよくないんだけど、あれが高いから人数が少ねえからおじい漏れちゃったんだけど、おじいをその中に入れておけばね、こんなに一生懸命やってるからいっぱい動画作ってんのにさ、おじいを推薦してね、一台おじいに回してくれればね、ガンガン使うのに、ほんとね。いやばあさん見てるね、ほんと、あの7万なんぼのね、あの 3D メガネ対応のやつね、おじいに早く回して、ね。まあそんなわけでね、まあおじいあのわらしべ長者なんでね。でも最初のきっかけを作ってくれたのはビビマージュ、これはなんだっけ、あそこのメーカー、あもう今こういうなんだっけ、先輩にあげちゃったんだっけ、なんだっけ、あの有名なところ、タブレットでも出てこないね、大きな会社ね、これがアマゾンでバンされちゃったんでね、一時なくなっちゃったよね、このブランドがね、タブレットから何からそこのメーカーのもの全部なくなったよね。だからシャクラレビュー要請とか、あと中にね星5でどうのこうのとか、ああいうのをやってるとアマゾン取り締まり結構厳しいんだよ、ほんと。だから大きいところ結構表記にやってるからね、みんな消されちゃったよね、ほんと。まあそんなわけで、また来年も2022年も今年よりもさらにね、加速していろんなプロジェクターを紹介できたらなと思ってます。で、本当ね、おじい今日はちょっとね、まあしょうもない今年最後締めくくりね、でもほら LED プロジェクターね、これを紹介したいなと思うのと、あとは視聴者さんからの質問ね、エクスプローラー3使ってる方がいわば V10 か K8 で悩んでるってことなんで、実際にこの2つとエクスプローラー3台出して、それでその違いを今言った内容を目で見て分かるように、ちょっと お正月はそれだね、頑張って動画作ろうかなと思います。一人の疑問はみんなの疑問なんです、ね、でこのチャンネルプロジェクターに関して元気なおじいのね、チャンネルを見つけて知ってくれた方ね、他のチャンネルと比べたら紹介の仕方は下手くそだし、ね、まとまり悪いし、ね、抜けてるところが多いんだけども、でもおじいだからこそ分かることもあるし言えることもあるし、ね、まあ、何よりも本当今時の最先端で売ってる あれもあるこれもあるっていうものがフレッシュでもな、ほとんどのものがここに揃ってるんで、大体ね絞ってくると大体揃う。でここの中に入ってないとこやつもいくつかあるんだけど、そこはおじいがもうブロックしちゃったところかな。本当はフル HD で明るいやつとかね、2,3 点あったんだけど、とにかくチャット WeChat で返信するのに遅いとか途中で切れたまんまとか、あごめん足に入っちゃったからとかね、お休みの日とかね、いや会話の途中で切れるとか何も言ってかないとか、
あるじゃんそういうのって。だからそういうビジネスの話の交渉をしてる初日の日からそういうことをする相手はブロックしちゃってるんで、うん、だから本当はねもっといくつか紹介できてる、もうちょっとV10 に近いようなクラスのやつとかもうちょっとスペックがいいやつ紹介できるチャンスがあったんだけど、まあその度おじい雑談で愚痴ってるけども、必ずその売り手に何かしら問題があるってことはお客さんともトラブルがあるってことだからサポートにかかってくるんだよね。だから信頼がないようなところはお付き合いしたく紹介したくないので、ね、イヤホンとかヘッドホンとかそういうのもね全部そうなんだよ。うち全部ブロックしてるんで信用のないとこことをしてるところはね、まあそんな感じです。はい、そんなわけでね、まあ、プロジェクターの雑談なんだけども2021年振り返ってみて、まあ、ちょっと全部は出し切れなかったんだけども、まあ、こうやって見るとねたくさん紹介したなって思うよね、うん、まあ、1ヶ月に1個以上のペースで紹介できてたと思うんでね。またこれからもいろんな視聴者さんからねいろんな質問が来たりとかね、いろんなお話プロジェクターに対する話ね、盛り上がっていけたらいいなと思ってますね。2022年もおじいはプロジェクター大好きなんでね、継続してプロジェクターとあとアンプとかね、アンプとかイヤホンとかね、ヘッドホンとかスピーカーとかね、あとはラジコン好きだしね、ほんとおもちゃ関係ね、そこら辺だね。あとそれ以外もうレンタル Wi-Fi はもうみんな倒れちゃったしね、通信関係もおじいの得意分野から外れちゃってるし何にも残ってないのでね、なので2022年は基本に戻って、ね、今まではね質問するのはヤフー知恵袋で言ってくれって言ってたけども Q&A みたいなね、うん、質問投稿チャンネルみたいなね、そんな感じでガラッとまた基本に戻ってもいいかなと思ってる、ね、そんなわけで、うん、こうやって振り返ってみるとたくさんあったね本当 ね、おじいに分かることだったら何でも聞いてください。ただみんな人それぞれね好みってものがあるからね。そんなわけで、まあおじいのところにあるものはいつも引っ張り出してね、これとこれ比較した場合どうだろうとか、まあ、おじいも微妙だなと思うものは引っ張り出して確認してみるし、ああもう全然比較するまでもないよ、あとこれでこれだよっていうものもあるし、ね、まあ、楽しく2022年もプロジェクターシリーズでやっていきたいなと思います、ね、はい、そんなわけで、ね、もう17時過ぎちゃったんで動画作る時間なくなっちゃうんだよね。この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。2022年も元気なおじいのチャンネルのプロジェクター紹介よろしくお願いします。またね、バイバイ。